親愛なる皆さんへ。私たちは皆さんを心から愛しています。私たちは毎週これを言っていますが、本当はあなたたちの人生のすべての瞬間にこれを囁いています。私たちはあなたを愛しています。少し時間をとってそれを吸い込んでみてください。私たちはあなたを愛しています。あなたは私たちの愛を得る必要も、それを維持する必要もない。何年も私たちを無視しても、必要な時に私たちのところに来てくれれば、私たちはそこにいる。あなたが怒って怒鳴っても、私たちはあなたを愛し続けるでしょう。私たちは神聖な愛の延長だからです。私たちは神の愛の延長だからです。あなたが自分の夢を疑っている時、私たちはあなたが望むすべてのもののエネルギー的な青写真を持ち続けることに揺るぎはありません。あなたが壁にぶつかり、挑戦が不可能に思える時、私たちはあなたのそばに寄り添い、耳元でそれを可能にする次のステップをささやきます。この困難を克服するための一歩、見えない橋を渡るための一歩、それがあなたの未来へとつながる一歩です。人間関係に落胆し心が乱れた時は、まず自分自身を大切にすることから始めましょう。自分自身の感情を大切に扱い、自分自身の内面を尊重することです。その上で自分に正直になることが求められます。自分が何を感じ、何を望み、何が自分にとって本当に大切なのかを自問自答しましょう。そしてその自分への理解をもとに、他人に対しても愛情を持って正直になることをお勧めします。私たちは皆さんの心と人生の調和をビジョンとして掲げています。私たちはあなたが自分自身のために望んでいること、そしてそれ以上のことをあなたにも望んでいます。親愛なる皆さん、私たちが愛するのは、愛することが私たちの本質だからです。私たちは自分の中に神の存在を感じており、それ以上のものは満足させることができません。私たちが愛するのは、それが私たち自身だからです。もし私たちがその愛する性質から外れたとしたら、あなたが自分の愛する性質から外れた時に地球上でするのと同じように、私たちも恐ろしい思いをするでしょう。私たちは自分自身のために愛します。そしてあなたを愛することを選択することで、私たちもまた自分自身を愛し尊重することを選択していることを知ります。私たちは愛の心から生まれてきたのです。あなたもそうです。私たちは内なる輝きに忠実であるとき、最高の気分を味わうことができます。あなたもそうです。あなたが私たちの愛を感じるほど深く身を任せることができれば、その壮大な大きさにあなたは圧倒されるでしょう。至福の波が次から次へと押し寄せてきて、一体感へと溶けていく感覚を高めながら、同時にあなたという個性が大切にされていると感じるでしょう。あなたは波となり、内なる大海の大きさと動きを感じることでしょう。あなたと私たち、神聖な存在、そしてすべての生命との間には隔たりはないことを疑いなく理解するでしょう。この体験には、あなた自身の内側への旅、心の深い部分への探求が必要です。愛は、あなたが自身の内部に存在する無限の可能性を探求し、抱きしめ、そしてその中で自身を見つけることを助ける糧となります。その愛を感じ、理解し、経験することで、あなたは自身の存在の本質を理解し、人生のすべてが愛とつながっていることを認識するでしょう。あなたがただ一人の個体でありながらも、同時に無限の存在の一部であることを理解するのです。私たちがたまに座って呼吸して
受け入れるように進める理由は単純です。私たちが感じている愛をあなたに知ってほしいのです。それを感じ、飲み込み、あなた自身の精神の本質として覚えておいてほしいのです。愛はあなたの魂の糧となります。愛のバイブレーションはあなたが貴重で完璧でユニークで価値ある存在であることを言葉を超えてあなたに思い出させます。愛はあなたの体をリラックスさせ、自らの病を癒すことができるようにします。愛があるからこそあなたは宇宙の善意や恵みを信じることができ、それゆえに経験することができるのです。愛はあなたを導き、奇跡を起こし、解決し、アイデアとインスピレーションを与えるものです。愛の波動ではあらゆることが実際に可能なのです。この愛の波動に到達することは難しそうに思えますが、実際にはあなたが思っているほど難しいものではありません。私たちはよくこう言います。最高の気分の思考に手を伸ばせばあなたは愛に手が届くと。ある瞬間、自分にとって最も優しいことをすればあなたは愛を選んでいることになります。気持ちのいいことに手を伸ばし続けることで、言葉にできないほど大きな愛の味を知ることができるのです。座って、呼吸して、受け取るというシンプルなエクササイズは、あなたの人生を変えることができます。今すぐ、ほんの少しの時間でもいいので、試してみてください。私たちの愛を受け取るという意図を持ちましょう。そして、ゆっくりと深く呼吸をしながら、自分の呼吸に注意を払い、それがどのように良い気分であるかを考えます。呼吸をしながら気持ちが良いと感じるものに注目してください。さらにリラックスして、それでも感じることができるかどうか確認してください。私たちの愛があなたの頭に流れ込むように、あなたは縁が大きく開いた上後であると、もしあなたが好きなら想像してください。もしよければ、あなたの天使の一人があなたの横に立ち、あなたのハートに手を当てている、あるいは一人があなたに寄り添ってサポートや慰めを提供していると想像してみてください。しばらくの間、あなたの心配事を脇に置いて、純粋な真実の一つのシンプルな生命に集中します。このシンプルなエクササイズでこれを受け入れると、あなたは起きている間にも真実を持ち続けることになります。私は愛されている。確かにあなたは常に愛されています。あなたに神の祝福がありますように。私たちは皆さんをとても愛しています。